何？たとえ形式だけであっても本作戦の指揮権は私にもある。私が爆撃中止命令を出せば命令系統が混乱し、少なくても時間は稼げるはずだ。その間に脱出してくれ。大佐、そんなことをすればいいんだ。スネーク、実は極秘裏にフォックスハウンドの内偵捜査は行われていたんだ。そしてメリルは放棄当日にこの作戦に編入された。私を脅迫する材料として。くだらん。すまなかった。メリルの命と引き換えに協力を強いられていたのだ。さあ早く逃げろ、スネーク。いいのか、全てを失うぞ。構わんさ。本当に失ってはいけないものを守ることができる。大佐、さあ爆撃中止命令を出そう。これで後戻りはできんな。何をする。スネーク。メリン、大佐はどうなった。信じられない。どうした。スネーク、大佐が。ロイ・キャンベルはたった今解任した。私は国防省長官ジム・ハウスマン。大佐を出せ。機密漏洩と国家に対する反逆罪で逮捕監禁した。バカな。そう、バカな男だ。指揮権を与えられたと本気で信じていたとはな。貴様、全てを海に沈める。大統領もそれを望んでおられるだろう。大統領命令か。大統領は忙しい。私が全責任を負っている。アメリカ国内を核攻撃してマスコミにどう説明する。心配するな。隠蔽用のカバーストーリーは用意してある。テロリストが核を暴発させたということにする。くそ、ここの研究員もゲノム兵の連中もみんな死ぬぞ。ドナルド、ダーパ局長は死んでしまった。やはりダーパ局長は殺すつもりはなかったんだな。奴は親友だった。他の連中はどうでもいいっていうのか。そうだな。光ディスクの内容を転送すれば考えてやってもいい。何のことだ。今回の演習データだ。ドナルドが持ち帰るはずだった。持っていない。そうか、まあいい。貴様ら二人は70年代のチブだ。誰もが蒸し返したくない暗部だ。このまま生かしておくわけにはいかない。爆撃までの時間、せいぜい仲良くな。旧体政府の亡霊たち。お互い脱出路は断たれたようだな。いつペリーよ。空爆の前に決着をつけよう。貴様は俺から何もかも奪った。貴様を、貴様の遺伝子をここで否定することで、俺はその全てを取り返してみせる。お前との決着には美しい生贄だ。見えるか？これは俺たちの決着を刻む砂時計だ。この女を死へ誘うと同時に、この核モジュールも吹き飛ぶ仕組みになっている。貴様が勝てば女は助かるかもしれない。空白までのひとときを女と愛し合うこともできる。干嘛？时间线之内我逃出去。ここから落下する。この高さだ。ひとたまりもない。行くぞ、スネーク。行くぞ。北极。
お、あんま。どうしたスネーク。どうしたスネーク。やるな。打死你！啊，干自己掉下去了，北齐。那、no, 让我上去，自己掉下去了。那那呵呵，哎哎，别乱打。ボタボタしてると爆発するぞ。呵呵呵呵呵呵。呵呵呵呵，打屁打屁，呵呵呵呵呵呵，那小刀，乖乖让我打，干，剩下不到一分钟了，纳美克星要爆炸了，纳美克星要爆炸了，哇！那一颗星就要爆炸了，你到底要不要打？啊！急送油！啊！时间が来ぞ！呵呵，嫩。那一颗星爆炸了！啊，死呢！再会了，兄弟。你还蛮弱的。メリル。メリル。メリル。メスだ。止めてよ。スネーク、あなたなの。スネーク、生きてたのね。よかった。メリル。メリル、大丈夫か。大丈夫か。しか言えないの。メリル。辛い思いをさせた。いいえ、辛くはなかったわ。やつらの拷問に私屈しなかった。拷問？それ以上のひどいことも。私も戦ってたの、あなたと同じように。強気だったな。戦うことであなたに近づけた感じがする。あなたの存在を身近に感じたわ。だから耐えられたけど、怖かった。謝らないで。でもおかげで気づくことができたわ。恐怖と恥辱の中、一つだけ確かな気持ちがあったの。それにすがることができたから耐えられた。あの間、願ったことは一つだけ。スネーク、あなたに会いたかった。メリル。無線だ。喂。スネーク、僕だよ。オタコン。オタコン、いいニュースだ。メリルは無事だ。よかった。そうか、無事だったんだ。やったじゃないか。悪いニュースもある。もうすぐ空爆が始まる。そうか。やっぱり僕たちは見捨てられたんだ。ここから脱出できるか。脱出？ああ、できる。そこから地上への搬出用道路がある。スネークたちがいるその隣に駐車場があるんだ。そこから地上へつながっている。正面の扉か。いや、正面扉の西に小さな出入り口がある。セキュリティは大丈夫なのか。たった今解除したところさ。僕を誰だと思ってるんだい。脱出路の方もこれからかかる。お前はどうする。僕はここに残る。脱出路を確保するにはもう少し時間が必要なんだ。しかし脱出路の解除はかなり厄介なんだ。僕にしかできない。オタコン。心配はいらないよ。僕はここに残る。自分の意思で決めたことだ。地下基地といえども地表を貫通する核爆弾だ。容赦ないぞ。もう過去を悔いる生き方はやめたんだ。人生は失うばかりじゃない。スネーク、僕は以前より充実してる。生きる目的ができたんだ。分かった、死ぬなよ。それはお互い様。メリルと仲良くな。ああ。じゃあ切るよ。必ず脱出路を何とかするから。ありがとう。ありがとう。あ、いいもんだな。
信じてるぞ。あ、ありがとう、スネーク。オタコは便脱出するぞ。男彼はオタコはどこに。奴は今戦っている。今までの自分とこれからの自分のために、そして私たちのために。そうだ、奴の勇気を無駄にはしない。わかったわ。そうも。メリル。スネーク。メリル。ナメカシンやっぱおさら。重いでしょ私。どうも、俺たちにラブシーンは似合わんようだ。そうね、お互い様。さあ、急ごう。スネーク、外は寒いわ。服を着た方がいい。俺のスニーキングスーツだ。早くして。急いで。哎，他都换衣服了。その方が素敵よ、スネーク。他刚说我很帅吗？スネーク穿什么样都好帅。早く。哇，还有十分钟，地球就要爆炸啦！運転は任せといて。啊，被发现了！干，猪一样的队友！哇，什么都没有啊！天啊！キーがないわ。やったわ。キーがついてる。スネーク、いいわ、乗って。啊，快让我走！哇，这怎么用？哇，这怎么用？这超难用。哒哇，变飞车追逐啦！干，当年 PS 做出飞车追逐超猛的。一怪哟！やったわね、スネーク。哇，有人追来了，还真的他妈飞车追逐，我说说的。まだ終わってない。リキッド。リキッド。リキッド。干。リキッド加塞。射到了！啊，撞他小！啊，撞他小！干，要被他撞死啊！干，麦克龙啊，撞他小！啊！哇，这都不会过热哎，超强的这一把。哇，还有这个东西穿过人的那个音效。啊！
这里奇德超猛。Liquid！ 亚塞，干你怎么射不死啊？看我被打到他妈补一次血了。咣！哦，一个翻车。してるわ。動けるか、メリル。動けないわ。リキッドはどうなった？私からも見えないわ。リキッドが死んだ。しまった。スネーク。跟猛耶。Fox 带起作用了。奴が死んだということは。言わないで、スネーク。空爆はどうなったんだ？ステルスの影も見えない。喂？スネーク、聞こえるか？大佐。ああ、無事だったか。大佐、どうして？国防省長官はたった今逮捕された。退任だ。逮捕？大統領と連絡が取れた。メタルギア、新型核弾頭の開発、今回の演習、すべて国防省長官の独断で行われた。これが独断。空爆や核の投下はどうなった？攻撃命令は解除。 F-117 も B-2 スピリットも基地に帰還した。再び作戦司令の権限は私に戻った。なるほど。ワシントンは秘密を守るために核を使用するほど愚かではない。怪しいものだ。まあ、とにかく聞き漁った。ありがとう。大佐、メリルは無事だ。安心してくれ。そうか、ありがとう、スネーク。ありがとう。スネーク、君にはいろいろ隠し事をしてすまなかった。大佐、いいんだ。スネーク、私は大佐ではない。そうだったな。君にプレゼントがある。近くにスノーモービルがある。メイリンが衛星写真で確認した。この時期氷河も落ち着いている。凍結した海を渡ればいい。 DIA や NSA の連中が君たちを無事に返すとは思えない。同感だ。もちろんのこのこ戻る気はない。君たちはジープでアラスカの海中に沈んだということにしてやる。危うく現実になりそうだったが、フォックス諸島でヘリを用意している。基地内にハル・エメリヒ博士がいるはずだ。彼の回収も頼む。分かった。そっちの方は安心しろ。 ありがとう、キャンベル。そっちは大丈夫なのか？お互い保険は用意している。メイリンのデータをハードコピーしている。これがある限り君も私もメイリンも大丈夫だ。ナノマシンのバッテリーも尽きる。俺たちを追跡することはできまい。もう会うこともないな。いや、そのうち遊びに行く。そうか、期待してるよ。キャンベル、一つ教えてくれ。なんだ？フォックスダイのことだ。メリルなら大丈夫だ。
プログラムの対象には入っていなかったようだ。俺はどうなる？リキッドも死んだ。そのことについてなんだが、ナオミから話があるらしい。彼女は今？大丈夫だ。メイリンがついてくれている。今ナオミと変わる。スネーク、私よ。ナオミか。聞いたわ、兄のこと。ああ、そのフォック、いやフランクから伝言がある。え？俺のことは忘れて自分の人生を精一杯生きろ。兄がそんなことを。君のことを愛しているとも言っていた。ナオミ、俺や世界を救ったのはフランクだ。奴は最後まで自分の意志で戦っていた。兄はこれで解放されたと思う。兄はすでに死んでいたの。ザンジバーランドであなたと戦ってからすでにゴーストと変わりがなかった。死に場所を求めてさまよう亡霊。ほら、ナオミ、リキッドもフォックス台で死んだ。設定はいつだ？いつウイルスが活動する？それはあなた次第。どういう意味だ？あらゆる生命には寿命がある。いつまで持つんだ？限られた時間を使うのはあなたよ。生きてね、スネーク。私からはそれだけ。人はそれぞれ生まれた時から運命づけられているわ。遺伝子の中に刻まれてね。でも人の人生はそれだけじゃない。私もようやく分かった。前にも言ったわね。私が遺伝子 DNA に関心を持ったわけ。自分は一体誰なのか、どこから来たのか知りたかったから。 DNA を解析すれば私が誰だか分かる。私の会ったことのない両親のことが分かる。自分が何者か分かれば進む道が分かるかもしれない。そう思ってた。でもそれは違う。何も分からなかった。何も見つからなかった。ゲノム兵も同じ。遺伝情報をインプットするだけでは最強の戦士を作り出すことはできない。 DNA 情報はあくまでも力や運命を秘めているということだけしか言えないわ。運命に縛られてはいけない。遺伝子に支配されてはいけない。生き方を選ぶのは私たちなのよ。スネーク、プログラムされたかどうかは問題ではないわ。重要なのはあなたが選ぶこと、そして生きること。そうでしょ、スネーク。心配はいらない。私も生きていくわ。これまで生きる理由ばかり探してた。でもこれからは生きることが私の目標なの。遺伝子の存在意義は子孫を通じて願いを未来に託すこと。生きることは未来へつながる。あらゆる生命はそうやって未来へつながっていくの。愛し合い、語り継いでいく。そして世界を変えていく。ようやく分かったの、生きることの意味が。スネーク、ありがとう。真帅。こんなものがあったけど。取っておこう、記念にな。何の記念？任務成功の？それとも私たちの出会い？新しい生き方を知ったことのだ。ん？俺は今まで自分のためだけに生きてきた。
死にたくはないっていう生存本能が俺の人生の動機だった。みんなそうよ。あなただけじゃないわ。死への恐怖の中でしか生きる意味を見出せなかった。いや、俺の遺伝子にそう記されていたのかもしれない。今はどうなの？あなたの未来はどう書かれているの？人のために生きるのもいいかもしれない。人のために生きる？そうだ。君のために生きる。それが本当の生きることかもしれない。さて、スネーク。どこへ？デイビッドだ。俺の名前は。デイブ、どこへ行きましょう？そうだな。俺たちの新しい道を見つけよう。新しい道。新しい目的。見つかる？見つかるとも。見つけるとも。あれは？カリブだ。ここではカリブは生のシンボルなんだ。うんうんうん。ディナスネークジョデビ。私たちも。ミスッターアウェイや。そうだ。生きるものすべてに春は来る。希望を持つことだ。ここに住んで長いが、アラスカがこんなに美しく見えたことはない。空も海も、カリブも、そして君も。素敵ね、生きるって。さあ、人生を楽しもう。哇，16年前还有26000发的核武，现在应该是破10万了吧。啊，破关了，耶！过了一代，唉。